私、こないだ、はい。友達と旅行に行ったんですね。いいじゃね、なんかチラッと話しましたけど、ん。うん。西伊豆に一泊二日で旅行に行ったんです。結構ね、頑張ってない？距離的に。そう。私もうん。100キロ運転したんです。素晴らしいですね、はい。山道を。うん。で、まあ普通に旅行楽しかったんですよ。いいじゃん。ただなんか旅行のことを淡々とラジオで話してもつまらないんで、元から話す気はあんまなかったんですけおお、すど、ごい。全然いいんだけどね。へえ、それで、うん。その旅行の時に、やっぱ高速とかをこう、移動するじゃないですか。車で。レンタカーで行ったので。で、東名かな？を通ってる時に、ちょっと一つ気になるものがありまして、高速透の、明高速だよあ、ね。東名高速です。東名高速のなんか橋みたいなところで上のところに、あるよ、なんか、綾瀬市がどうとか。大和市なんですけど、出た！あ、ちょ、待って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 、当てる、当てる、当てる。ね、70代を高齢者と言わないみたいな。おーそよう。し、70来た！歳代を高齢者って言わないとし、ヤマト。これすごくない？ちょっとこれ凄すぎて、友達と移動中で一番盛り上がったのこれなんですよ。あれ、見た人全員ざわつくだろ。あれちょっと怖すぎあてれはさ、言っちゃえばさ、少子高齢化をスーパーポジティブに書いてるだけだよ ね。そう。ちょっと調べてみて、その市のホームページの方に載ってたんですけど、人生100年時代を迎える超高齢社会では、一般に65歳以上高齢者とする固定観念を変えていくことが必要です。年齢を重ねても自らの健康を維持し、自立した生活を送れるよう努めている方、豊かな知識と経験を生かし、様々な役割を果たしている方など、一人一人がヤマトのかけがえのない存在です。支えを必要とする方には手を差し伸べながら、この世代の方々が個々の意欲や能力に応じて、いつまでも生き生きと活躍していきたいと考え、70歳代を高齢者と言わないことを宣言します。ということで、これってさ、問題から目を背けてるだけですよねそうだよ。そのさ、まあ、寿命が伸びてるのは事実じゃ そうですね、100年時代のとん。ころはね。もう、でも、70はもう70よ。絶対値だから。いや、そうなの よ。衰えはあるから、もう絶対そこで。そこをその、相寿命対が的伸びに。たことで、老いは遅れてるわけじゃないから。そうなんですよね。で、その大和市課題で調べると一番上に、高齢社会が一番上に市の方でも出して確かて。にね、今、大和市に引っ越そうとは思わんからね、あんまり。だって、神奈川ね。2年後には25%が65歳以上らしいですよ。2年後？ 2025 年には4人に1人が65歳以上になるらしいです。割合詳しいよね。マジか。すごいね。だし、年齢も減少していく。あ、年齢じゃない。ああ、人人口口ね。も減少していく。だんだん凝縮されるってこと、本当に。そうですね。だこういうのって正直多分もっとさ、なんて言ったらいいでしょう。こう、田舎な地方とかだったら、もう、進んでることだと思うんですけど、言うて神奈川だしな、みたいな。神奈川の、そうね、それこそ、透明通ってるようなね、とこだから。だからちょっとね。だから、それは、あれでしょ？やばいやばい。少子高齢化、少子高齢化、大丈夫！うち、70高齢者って言わないから。ってだけでしょ？しかもこれで、ね、何があれって多分、高齢、ここにもね、書いてあるんですけど、市の現状と課題っていうのにも、課題として、高齢化による地域活動の担い手が足りないって書いてあって、結局は自治体が自治体として運営するための働き手が足りないから、結局、企業でいう定年を上げてるだけってことでしょ？そうです。これだから、ボランティアって言われよね。10年後、80歳代をはい。高齢者って言わないちょっとして。と透明通るとき見ようか。とかね。あ、10上がってるわ。いや、だったらおもろいもんね。マジでやりかねないですよね。なんか他のとこはさ、なんか自然が豊かみたいな。なんか富士山のふもとのなんか水がどうとか書いてあるのに、なんか大和市だけ怖いもんね。それをしかもなんで透明に出してるんだろうっていう怖さもある。ねえ、なんあか。れかな、やっぱり交通量があるから、あ、70歳代でもいいんだって言って移住者が増えるという。なるかい。むしろ免許返納せ。可能性 あそこで事故増えたら面白い。上見て みんな上見てばーはって。だいたい70以上。ええー、でも。よくないよ。ねえ、衰えは来るから。
結局。そうですね。認めないと。認めた上でどうにかしないとね。逆に。でもなんか。高齢者と認めた上で。その高齢者の基準を上げるっていうのは、この大和市以外でも、なんかこう、進めようとしてる人たちがいるらしくて。え？日本老年学会、日本老年医学会っていう会があるんですけど。まあまあまあ、セカンドライフをね。そうそう。この人たちは、高齢者の定義を75歳以上にしようって提言してるらしくて。出た、もう同じじゃん、定年の引き上げと。だからもう。やってる手口が。これで、いつか寿命が頭打ちになった時に。そう。元気な70がいるのもわかるけど、70っぽい70いっぱいいるから。そうですね。そうそうそう。だし、なんかほら、こないだニュースでさ、なんか、独身男性の、なんか平均寿命は68みたいなとこ見たりして。あ、なんか見た。じゃあもう70歳代とかやばいやんってなるよね、うん、そんなんだったら。そう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 。目、背きちゃダメよ。70は高齢者よ。70は高齢者。いやー、まあ、確かにね、大和市長が聞いてる可能性は全然あるからね。そう、全然ある。一回やめよう。やめましょう。いっぱい産もうっていう横断幕に変えよう。ちょっと節操がないな。いっぱい産もう、大和市。そしたら、それはそれで、その、そこの下で事故がいっぱい起こる。はい。でも、大和市のホームページ見てたら、うん、大和市は子育て王国ですって言ってる。嘘じゃん。いやいや、だったら減らねえだろ。いやー、子育て王国。子育て王国ちょっと自称してる。それいいの、なんか表現として。どうなんでしょうね。大和市は子育て王国です。子育て王国大和市っていう。なんでだ？県内で唯一7年連続で待機児童ゼロを達成。で、絵本の街っていうブランドがあるらしいんですけど、うん、新たなそのアイデンティティとして子育て王国を設立してる。おやめよう。へー。こんな目先のことばっかに囚われた政策ばっかり打ち出すのは。うん。なんか根本の解決になってないよ。やばい、社会派になりすぎちゃう、このままじゃ。ねるねるねるで最高。グミ釣りたいな。ヤシココ。褒め氷のラジオ自己満足。スーパーウルトラ、あたかた、おー、な、熱っ。はい、今回。なんだい？怒りの。怒りが本編らしいですよ。怒りのスーパー特別回です。なんか僕は特に今持ってきてないけど。あのですね、うん、前々回に私スマホを変えたっていう回を撮ったかな？ iPhone に。iPhone に変えましたみたいな、うん、多分撮ったと思うんですけど、うん、iPhone に変えてから1週間で、スマホが壊れまして。え？ iPhone が？はい、っていう怒りです。壊れたって何も、そんな、なんかちょっと車に轢かれました。経緯を話していいですか？どうぞ。普通にね、土日のお休みの時に、うん、友達と遊ぶ約束があったんですよ。まあ毎週なんか入れてるよね。なんか大体最近はまあ外に出てるんですけど、うん、それの時はボードゲームに行くみたいな感じだったんですよ、うん、で最寄り駅にから電車に乗ろうとしたんですけど、うん、最寄り駅のホームに降りる階段からまず転げ落ちたんですね。多分10段以上くらい、うん、え？一番下まで？はい。で、あ、はいはい、まあ、私って定期的に階段から転げ落ちるんですよ。なんかそうらしい、ね、そう。出たわ、そういうか。定期的に階段から転げ落ちるんで、なんかそれ自体は別に、うん、まあ、まあ、いや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 、おかしい。あ、まあ、これでね、怪我してたらともかく、足ちょっとすりむいたくらいで、それ以外は別に、もうかな。階段を転がり落ちる術を知ってるので、すげえ。あまりこう、そうなんですけど、慣れちゃダメだけどね。そのせいじゃない、膝は。別にスマホ、あ、そういうこと？で、スマホをね、見てるわけじゃないんですよ。あ、ただ、スマホを手に持ってて、うんうん、で、降りて落ちたんですけど、はい、はい。
なんか、あーと思って、あ、電車乗んなきゃなーみたいな、もうすぐ来るなーって思って。なんでそのまま行けるんだよ、うん。って言った。いってだろ。で、スマホをそのまま開こうと思ったら、なんか開かなくて。それはガラケーじゃないか。で、あ、パカじゃないよ。パカ開きだと思って、そう、画面がつかなくて、あれって思ったら、はい。私 iPhone SE って話をしたと思うんですけど、はい、第3話だよね。ボタンが割れてまして。え、どのホーム？ホームの。わあ。で、私、あの iPhone、に変えましたって時に話したか覚えてないんですけど、前に使ってた Android、うん、Galaxy の時、画面にフィルムを貼ってなくて。なんか聞いたよな。で、画面に傷がめちゃくちゃもう、他の人じゃあんま見ないように傷が入ってたんで、割れるとかじゃなくて。なんか基板見えそうそう。基板見えるまではいかないけど、なんかそう。なんで、じゃそれは良くないなと思って、なんか骨氷さんにもちらっと話してたんですけど、うん、あ、あとあれですね、ラジオでも言った、もうフィルムとかを先に買ってたんですよ。ああ、いいじゃん。で、なんかフィルムを貼ってたんですね。ただ、その貼ってたフィルムが、ホームボタンってね、ホームボタンだけもちろんこう避けるんですけど、うん、おそらく落ちた時に、多分そこら辺にあった小石みたいのがピンポンってホームボタンに刺さったらしく、ホームボタンだけ割れた。え、他は無傷ってこと逆に？いや、もちろん割れたんですけど、他はあのフィルムが割れました。あ、フィルムの一部が割れてて、ね、そこは守ってたんですけど、ね、ピンポイントでボタンが割れてしまったんですね。不運すぎる。ホームボタン割れたってあんま聞いたことないの。そうで、私ちょっとパニックになっちゃって、まあ慌てるよ。っていうのも、私がその iPhone に関して無知すぎて、うん、どうやってこれホームボタンなしでこのスマホを使えばわからないって。嘘でしょ。そんなん結構いけるよ。で、その時なんか最初だけちょっとついたんですよ、割れてから。で、うん、途中から反応がなくなっちゃって、2分3分したら。で、最後になんか LINE を開いててから、ボタンが完全にもう動かなくなったんですよ。あら。で、これ、もしかして、電源を落としたら、もう指紋認証も使えないから、この、つかないって焦っちゃって、うん、私もパニックになって、うん、で、なんかその時にちょうど LINE をしてて、すぐ返事が返ってくる友達に、やばい、落とした。で、その人も iPhone じゃないんで、iPhone のこと知らなくて、うん、で、これもしかして、今このやり取りしてる LINE を閉じたらもう終わりだみたいになっちゃって、はい、で、その日にやるもうボードゲームの予定とかも、もう、どうしたらいいか分かんないから、これ、はいはい、今日もういけないって言って、で、どうしたらいいか分からないので、近所の au ショップまで画面ずっと押したまま、あの、LINE を閉じないように、あの、行って、うん、すいません、こうなったんですけどって言ったら、うん、au ショップじゃ無理ですって言われて、まあ、そうだね、修理はできないから au ショップ。すいませんって言って、うん、結構15分くらい電車に LINE をずっと開いたまま、電池、うん、その、アップルの正規修理店みたいな。はいはい、はい。ラジオでも。アップルストアじゃないけどね。そうです。あの、アップルケアに入ってたので、ここでまさか、こうソースとは、ラジオでね、マジで。あんな保険がどうとか言ってたのに、うん、で、入ってていいんじゃん。au ショップで紹介されたんで、そこ、うん、行って、ちょっと相談したんですけど、はい、ちょっと予約がないと無理ですっていう。え、もう無理なんだ、遅くなりますよ、ね。何、預かってならできるけど、ああ、その場では。その場では無理ですって言われて、はい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 、ただ、Apple Care に入ってるので、その画面の交換なので4000円ちょっと。かかる。ただ、そっからなんか水とかが中に入ってたら、1万数千円ですみたいな。跳ね上がるなって言われて、まあでももうどうしようもないから、分かりました、せに腹を変えられんよね、予約してまた来ますと言ったんですけど、まあ、それまでずっと LINE 開きっぱ、画面押しっぱで、ちょっといろいろ突っ込みたいな。そうって言って、もうどうしたらって言って、なんかそのお姉さんに半泣きでねえ、消えたら終わりだと思ってね。そう、どうしたらって言ったら、なんかホームボタンに関しては、うん、別になんか代わりのやつ出ますよみたいに言われて、えっ、ね、って言って、うん、確かにあの白い動くボタンみたいなのあったなって思って、うん、なんかやってる人いるよね。そうそう。で、それの出し方だけをその場で教えてもらって、予約してくださいって言われて、LINE から設定には戻れたの、そもそも。電源を落として、で、電源をつけて、めんどっち。あれで、コードで出して、そっから設定開くっていう
わざわざしたんですけど、めんどっちいね。それでそんなことだったら、うん、僕はそのもう LINE しか開けないから、もうこれこのスマホ終わりだって思ったから、元のボードゲームで遊べて、うん、おごめんって言ったのに、ね、なんだよと思って急に自分にムカついてきてそうで、あのネットカフェに行って漫画を読みふけたっていう一日だった。もう怒りでした。かわいそう。でまだ治ってないです。え、全然予約取れない。まあ、元から私が、まあ、土日しかね、行けそうにないっていうのはあるんですけど、うん、予約が多分1週間先とかまでしか取れなくて、でその予約開始したらもうみんなすぐ予約埋まってるから、まあでも一応この収録日の、次の土曜日に予約が取れたんで行くんですけど、な、来週っていうか今週か、はいはい、ただやっぱり状況にもよるけど、データがリセットされる可能性があります。まあ本体全交換ってやつね。そうそうそう、基盤ごとっていうか、はいはい。また機種変動をやるのって思って、めんどいね。もう言うてホームボタンだけでしょ。ホームボタンだけ、前面のガラスなんかそのあれだけ。だからなんか大丈夫なこともあるんですよね、うん、だと思うけど。だからもうそう、やだやだやだって思いながら、今はそのホームボタンを出すやつね、あれも使ったことないけど、あのスクショが取れないっていう致命的な欠陥が。え、スクショ取れるよ。いや取れるけど、それが映っちゃうんですよ。あ、映るか。あ、映ってるね。映ってるの見るわ。そうそう、だからそれがちょっとストレスです。あ、なるほどね。今もホームボタン割れてる。割れてます。iPhone ってこと。だから、なんかやっぱり癖で触っちゃうんですよ、このあたりって。なんか刺さらない。そう。で、触れば触るほど、なんか割れがひどくなってる気持ちで。そりゃそうね。グッとやってるからね。そう。ちょっと気をつけてます。なんか、設定画面には、実はホームボタンなくてもいけて。え？LINE 開くじゃん。LINE 開いてる状態じゃん。やろう。うん。下からシュッて出すじゃん。あー、これね。はいはい。で、集中モードある？集中モードある。集中モード長押しして、はいはい、プラス一番下にあるじゃん。わあ、設定なんですよ。これバツと設定だから、そうなんですよ。ちょっとすごすぎる。もうね、使いまくってると。そうなんよ。だから、覚えとき？次割れたとき。ただ、うん、ちょっとこれにね、対して、これ友達とかにやっぱ愚痴るわけじゃないですか。うん、で、そしたら、厄年始まるからじゃねって言われたんですよ。そうか。ああ、え？男性の厄年が25歳で、僕が、今年20、ん？前役になるのかな、うんうん、そうだね。うん、ですよ、うん。で、なんかその、ま、友達は、女性なので、女性ってちょっと違うじゃないですか、年齢が。うん、なんか19歳なんですよ、1回目が。で、なんかその友達はその厄年に重なって、なんかすごい大変だったらしくて、でも私役余計とか言ってないんですよ、うん、ま、行った方がいいよ。やっぱそうなの。僕前役でだって寝取られたもん。いやそう、でも役年って何、うん、って思っちゃいますよね。何、なんかでもなんかこう人類の周期的に多分そのあたりでやばいこと起きがちなんだよ、若者は。だってほら、みんな乗るじゃん。みんなそのこう星座占いのもっと大きなやつみたいな、年齢でさ、年齢、そうそうそう、もう統計学よこれは。ああ、そう、大きい目、広い目で見たら、なんか、その24、5のあたりですごい、なんかみんな起きてるな、みたいな。え、だから、数えとしてだから、うん、1個上じゃないですか、多分。そうだね。で、これ、早生まれとかって感じあります？感じあるよね、多分。こう、数えとしてってことは。あるのかな。多分あると思うから、僕は売約だと思ってるんですけど。はいはい。ちょっとこれ、仮に売約だとしたら、前、翻訳、後訳って考えると翻訳があるよ。翻訳。ステップアップあるよ。ちょっと、厄除けとか行かなきゃダメなんだ。次はもう階段から落ちたらもう。いや、でも階段から落ちるのは別に厄年とか関係なくて。ちょ、もうその、怪我よ。ああ、もう、そんなこと言ってらんない？うん、そうそうそう。あるよな。そもそも年なんだから。限界来てるとこに追い打ちかけてもね。確かに確かに。ちょっと厄年って、もうみんな乗り越えたかな、3回くらい。男性だと61歳を超えることになる。どんな年齢層だと思ってる。いや、だからちょっとそういうね、不運なことがあったんで。僕も役払い行ったからね、結局。前役であれがあったから。あったせいで、あったかにちゃんと行ったってことですか？なかったら行ってないですね、マジで。やっぱそうだよね。まあ、神からの警告だよ。会ってからじゃ遅いっていうのは正直あるからな。そりゃそう、骨折れてからお祈り行っても遅いからね。役除けか。行くか、一人で行くのとかちょっと悲しくない？誰か行くかな、友達。あ、でも、そうか。女性は関係ない。あ、そうそう。インスタのストーリーで募集しようかな。厄除け友達募集。一緒。
まあでも確かにね、翻訳の人とかね。いや、そう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 。基本的に同学年だと1個、大体が早生まれじゃないので、でね、翻訳なので。意外と来るから、それこそ旅行のメンバーとかさ。旅行のメンバーは、もう行ってたりするんですよね。この間、ちらっと同じで。ああ。で、役予見したいかもね。どこがいいんだろう、役予見って。僕の近所ではないけど、うん、やっぱりその有名なとこで、やっぱ家族が行ってたりしたのは、佐野厄除け大使。あ、そういうのがあるの？あ、そうです。関東の三大なんとかみたいな、あって、そのうちの一つが佐野厄除け大使で、まあ、栃木まで行かなきゃいけないんで。どう？まあ、ただ、どこがいいんだろうね。まあ、近所とかでもいいのかな？僕は伊勢神宮行ったよ。地元いるときだから。そうそう。伊勢神宮行ったら効果すごそう。ね、おかげで、なんもなかったね、役所。ちょっとインスタで募集します。僕は行かないな。全然関係ないもんね。うん、そう、関係ない。でも、次、男性の42歳だから、あと数年じゃないですか。は？やべ普通のハーレ。バレた、バレちゃった。みんなにバレちゃうよ。おいおいおい。ギリ昭和生まれなこと。よくラジオやってるよね、同じテンションでね。確かに。女性の役大変ですね。女性って早すぎるよね。33と37なんかすごすぎる。なんか近いよね、そこ。何基準なのやっぱ。やっぱなんかあんのかな。古代中国から伝わった陰陽道から考え方を受けてるらしいですよ。ああ、なるほどね。別行動とか。はいはいはい。でも、さっき言ってたのはやっぱ同じみたいですね。就職とか結婚などライフステージで物事が起こりがちだから、その、いいこととか、プラスのことと一緒に、それくらいマイナスのことも起こりがち。トラブルが起きるからっていう。波がね、立つってことが元らしいですね。そもそもね、なんか最近いい話聞かないからあんたが。なんかいいことあったかな。なんかあんまり、旅行、それこそ旅行ぐらいしかなんかこう、ハッピーエピソード聞かないから、プライベートで最近。ちょっと旅行の話はもういいです。何つまらないから。あ最悪。面白かったことつまらないって言い出したらもう話すことない。ということで、私と一緒に厄除け行ってくれる人、この指止まれ。謎解き好きじゃん。やっぱり、うちだって。まあ、そうですね。まあ、あんたの方が好きかも。いや、まあ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 、はい。なんかさ、その、謎解きを提供してる団体というか、会社というか、結構何個かあるじゃん。まあ、スクラップとか。そうですね。あと、松丸氏のやってるとことか。ユーザーとか、いろいろある。そう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 。なんか、その中の人に、謎組ですか？出た。謎組。来た来た。知ってます？知ってますよ。なんか、LINE 登録すると、はいはい、月1で謎が送られてきたりするとこが、まあ、売ってる謎もあるんですよ。他のスクラップとかと同様。はい。これがね、今回、ちょっと、あ、やったんですけどって話なんだけど、はい、これかな、ね、今日やったのがね、はい、これをねやったんですよ、はい、自宅で挑むノンフィクションゲーム、秘密新聞。秘密新聞、まあ、新聞読んで謎解いていくゲームなんですけど、はい、まあ面白い。へえ、まあ全部ネタバレになるから何も言えないけど、まあ面白いです。謎組ってあんまりやったことないっていう。そうそう、僕もこの買うやつは LINE は毎月解いてたんだけど、はい、このトッドック買うやつは初めてやったと。結構すごいっすね。へえ、マジでおすすめっす。ちょっとちょっと高いけど、5000円ぐらいかな、初回は。ああ、結構高いね。そうそうそう。でも本当にね、新聞紙の紙、これがなんていう紙かわかんないですけど、の紙で、もう、あれで送られてくる新聞と、その他もろもろやってるんで、マジで、隅から隅まで読む羽目になります、新聞、架空の新聞。じゃあもう、あれだ、よくある、フリー画像のおじいさんのメガネの人みたいになっちゃう。そうそうなっちゃう。マジでもうおすすめですね。以上。やってみるか。はい、ちょっと来週は来週でなんか話せるといいな。みんなもやってみてね。ピース。